How to Revit Basic 3-13 リムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで動画の解説とお届けしています。次にマスの変形方法です。面を選択し変形する方法、各マスの辺を変形する方法、角にある点を変形する方法、 X 線モードで変形する方法等があります。面の変形についてです。面を選択し 3D コントロールが出ますので、そちらで変形してください。または青く表記される仮寸法で変更することも可能です。辺を変形する場合には変形したい辺を選択します。 3D コントロールで変形し、または青く変更された仮寸法等で変更することも可能です。コーナーでの変更の場合、点変更ですね。そちらの場合は各マスのコーナーを選択し、3D コントロールで変形、または青く表記される仮寸法で変更することが可能です。X 線モードの場合にはエッジが必要となります。まず全体を選択し、X 線モード、エッジを追加ということでエッジを追加し、そちらのエッジを 3D コントロールで変形してください。X 線モードのプロファイルを追加の場合には全体を選択し、 X 線モードのプロファイルを追加しましょう。プロファイルを追加した後にプロファイルを選択し、 3D コントロールで変形することが可能です。 X 線モードにはその以外に点の移動、辺の移動、尺度を変えるということができます。いかがでしたでしょうか。本日のウィムシムレッスン TV オンラインはここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。